文明的にはこっちが高いんですよ。でそれを隠しながら来てるんですよ。日仏同祖論っていうのはユダヤが日本にどうしてもすがりつきたいと思う。悪口言うのは私の趣味じゃないから。結構言ってますよ。日本人をどういうふうに定義するか。私は日本人は三元合金だって言ってます。なるほど。縄文人と、和人と、それから高瀬のね、これ古墳人って呼んで、古墳人とね、それは縄文文化、弥生文化、古墳文化。騎馬族はどちらへ。騎馬族は高瀬は騎馬族。高瀬はそこにあると思う。騎馬族のもう根本が高瀬です。あ、世界最初の騎馬族です。それは一時に拒絶された説もあったけど、基本的には間違ってないですね。日本の高等に。いや、あの話だと、江上の説は間違ってますよ。間違ってない。あの程度は、まあ、大体文化書、勲章をもらうちゃう、大体間違ってる。間違ってないよ、もらえないです。間違いなく文化系ではね、それで文化っていうのはそういうもの。なるほど。科学では知りませんよ。だけどこの人文科学ではね、大体戦後の人文科学で、戦後よ、これ嘘を言うから、その文化勲章もらえるんじゃないですか。だから司馬遼太郎だってもらったんじゃないですか。なるほど。そうすると理数科系とはあんまりチャンスがないわけ。いや、科学系は科学でもらってますよ。だけど理数科系のシャーマニーの先生の言葉を使うとね、技術とか伊能忠敬とか、はい、ああいう連中っていうのは理想がたまらしゃるですよね。そりゃそうですよ。そういう人はあんまり勲章はもらえないんですよ。勲章はね、その高助平家が喜ぶもんです。軍人にあげるでしょ。そうか、ね、軍人にね、ですから軍人は勲章もらう。もう高助に対する褒美ですよ。なるほど。高助さんというか武者取り、武士階級、武士の誉れです。武士の誉れ、だから勲章を作ってね、あの禁止勲章まで作ってね。だから勲章はもうもらえないもんと覚悟しないか。なるほど。それはウバイド人のごく一部ですよ。もうそこへ置いてないですね、そういうものに。時々は政体へ入って政治を手伝ってそれをもらわざるを得ない羽目になるものもいますよね。だけど渋沢栄一見てください。なぜあの人が子爵止まりなんですか。やったこと考えたら公爵でおかしくないじゃないですか、どう考えたら。いや、あの人なんかだいぶいろんなところに書いて歴史とか入ったりして、ビジネスのものよりもいろんな文筆活動入ったでしょ。文筆というか、まあ、あれは徳川景気宮殿、外離れますよ。先生もそうだし、あれは徳川景気宮殿を書いて禊ぎ払いをしたんですよ。した。これを鎮魂って言ってるんですよ。なるほど。景気を鎮魂したんです。鎮魂って嘘を言われて、それでまあ、あの変なものかぶらせるから悪名をね、それを取ってやるのを鎮魂って言う。私は随分鎮魂しましたよ、自分で意識してる。ただ何か一つ書くともに、一つ書き上げると先生は誰それの鎮魂をしたんですよってこと。なるほど。終わってからね。だから伊能忠敬のあの第7次測量隊が岡山の箱田という家に拠点にして、あの辺の第7次測量した時に、そこの息子が目に留まってというか担ぎ出されて、それで旗本の榎本家を継いで、その子が榎本、あのあれです、竹明です。榎本武明も忍者的な活動をしました、ね、忍者というか、まあね、それは何も知らない人からみたいに全部忍者に見えるわけで、まあそれは忍者と言ってもいいけど、まさに忍者です。測量忍者。測量忍者で、伊能もそうです。測量忍者、測量という傍ら忍者ができる。なるほど。まあ情報収集か、情報活動ね。私はそれと伝達ですね。あのイギリスのね、博物館やったら、あの地図の大特集があって、地図は何で測量するのかって、世界を見るため、それで日本の伊能忠敬が一体何をしてたのかなと思って、あんまり知らなかった先生の本読んでね、ちゃんとそれも意図があるんですね。だからシーボルトとか外人が来て、驚嘆したんでしょ。なんでこんなもの作れるんだろう。なんで作れるの。まあ、はるかに文明的にはこっちが高いんですよ。でそれを隠しながら来てるんですよ。隠しながら意図があって、全部出したらね、全部それはもう攻撃されるから、武力。やっぱりそうか。なおらしいじゃないですか。だから半導体のシェアはどんどん分けていってね、あれみんなそうですよ。アメリカのこれなんとかバレーが下がるから、だからまあシェアを分けてやらないかんけども、待てよと、アメリカにやると帰ってこないから、朝鮮にちょっと分けちゃいますね。アメリカの1776年、建国の頃っていう、日本の伊能忠敬とかいろんな人間がいましたね、江戸時代。いましたよ、間宮臨場。間宮臨場。なんでああいう人間が鎖国時代に生まれるんですか。もう昔からいたんです。いた。あの、測量するのは全部一定の民族。一定族し。メソポタミアから来たんです。1万年ぐらい前に中近東から来たんですよ。なるほど。縄文時代に。で、来た連中が日本人を見てびっくりしたんですよ。その時は縄文時代だから縄文人しかいませんよね。
で、なんとこの人たちは頭いいし、気性がいいと。ただね、欠けてる部分があると。警戒心なんです。お人よし。なるほど。このお人よしではね、異民族と会った時に必ず騙されて、損する。これを守ってやらないかんっていうんで、それから馬も知らんからね。海ばっかりだから。うん、船だから、小舟のね。したがって、あの満州へですね、一部 の, その人間を連れて行って、すごい、あの 軍人学、騎馬術、いろんなものを教えたんですよね。で、その土地は今でも残ってるんですよ、その伝統が。それが北朝鮮とあのロシアとの国境、ラジンというところです。白頭山から流れていく、トマン港というか、あの河口にあるんですよ。水もいいんですね、そこの海産物が。で、そこは得なんですね。で、そこの潜在的なあの地主というか漁師はやはり天皇家なんですよ。結局王人天皇はそこから来られたんですね。行ったり来たりする。だから王人は朝鮮人だごめんな言うんですよ、三流学者はね。その三流学者はそれを言うと仏閣にしてもらえるんですよ。今ね、非常に流行してるのは日中とソロで十二種族がずっと、まあ流行してるとは思わんけどね。いやいや、結構言ってます。 YouTube でね。だけどそれが中国ではああいうのが嫌われて、韓国の日本だけは受けた。中国とユダヤはね、まあ仲悪いんです。仲悪いね。それでもね、こっそりしてるんですよ。そのカイフェンというところで世界のユダヤ人が集まってるんですよ。その顔見たら言うと同じカイフェン。僕行きましたよ。ハイフォンね。ハイフォン。あれ、北宋の時代にね。要するにね、あの日中同窓論というのはユダヤが日本にどうしてもすがりつきたいと。やっぱそれはね、それだけの話。あのね、先生もね、あのウォール街に行ったと思うんですけど、野村翔吾ちょっとした顔ですけどね、ユダヤ人とモルガン・スタリンで聞いたらね、あれは日本と同じでしょって来るね。下、抱きつきたい、抱きつきたい。だから全部日中同窓論、日本の天皇家の名前から全部ヘブライ語でユダヤからって言って、じゃあユダヤが日本を作った、そうはいきませんよね。それをね、日本のアホがまた言うんです、そんなことをね。そういうことによって、まあ、本でも売れて少しはいい暮らしできると思ってね。いっぱいいますよね。で、その悪口言うのは私の趣味じゃないから。結構言ってますよ。あれは、まあ、私の悪口出したらこんなもんじゃない。いや、一言にして制するから、一言にしてですから。しかし、あのね、僕は思うんだけど、日中同窓論で確かにヘブライ語、日本のね、いろんなことは全部ヘブライ語だから、ユダヤが作った、そうはならない。時計屋がね、日本のマネしたちことですね。まあ、あえて言えばね、そこまで言う必要はないけど、時計屋とかに来ましてね、なんか時計屋だからね、その規制があるか知らんけど、万年筆やか知らんけど、別にそんな悪口言うたかないけどね。で、あの神主の格好してね、で、白い袴着てね、このほうき持ってね、この時やってやってね、神主と同じだと、ユダヤの。まあ迷惑でもないけどね、まあそうしたくならそれでいいと。徳を慕ってきてるわけですよ。我が神道の特化にね、これはあれ慕ってきてるんで、何もそんな追いかす必要ないからね。まあそこに岩でも入って清めたまえと。僕は、ね、あのウォール街でね、時計屋と会ってお茶飲んだんですよ。なんでユダヤ人が金融的にトップになるのかって聞いたら、日本人は株価の形成を追ってる数字だけ、俺たちはそれ関心に入ってる。歴史の流れをちゃんと掴んでるが、いずれユダヤのものになると、戦争起これば僕の金が入ると。そうしたら野村に入ってた先生が犠牲者になりますよ。裏で全部握られてると。いや、握ってるわけ。ユダヤはね、あれは何か本質は、あなただって分かってなかった。あれは何かをかぶらされてるんですよ。何かのやってること、それでその何かをやってる人は、これは仕組みバレちゃまずいから、ユダを雇ってるんです。お笑い芸人と一緒ですよ。いや、それがね、よく分かんないっていうのはまだそこまで突き止めてない。で、要するにフリーメイソンなんですよ。